お前ら、マックス村井の動画を見てて俺は思った。本当は恐ろしいインターネットお前たちに言いたい。お前たちは自分の発言気をつけろ。発言気をつけろ。豚とかキモイとかしねえと俺はよく言ってくるけど、そういうこと言っちゃダメなんだぞ。な。俺が傷つくから。俺だって人間だ。豚とか、な。な、死ねとか。消えちまえとかな。もうそんなこと言われたら、俺だって傷ついてしまうよ、ほんとに。俺だって傷ついてしまうよ、ほんとにね。ほんとに。俺だってそういうこと言われたら傷ついてしまうよ、人間だからさ。な、そうやって書くけど、な、考えてみ？そういう汚い言葉を吐いたとき、ほんと、君たちは自分たちね、平気なの？ほんとに。俺が、そういうね、悪い言葉を吐いたら罪悪感が残るけど、まあまあ、君たちはもう邪悪な心で、もう心が蝕まれてるから、そうは思わんのだな。な、俺は、思う。もう人の悪口も言えないし、インターネットで。例えばね、インターネットで、な、誹謗中傷するのだってな、名誉毀損で訴えたら、君たちね、それ犯罪だからね、人に豚って言ったりすることは。名誉毀損に当たるし、誹謗中傷、な、精神的ダメージを与えるしな、俺に対して、もう。もう侮辱罪みたいな、もう脅迫罪とかね、もうたくさんのね、法律に抵触するわ。だから、俺は言いたい。もうやっぱりね、ネットで発言するからには、やっぱり自分の言ったことで責任を持たないといけない。俺が君たちを訴えるって言ったら君たちは捕まってしまうわけで。そう考えた場合ね、インターネットでね、まあ、むやみやたらに人を誹謗中傷するコメントは言っちゃダメだと思うんだよね。死ねとか、消えろとか、な。歌とかな、そういうな、ほんと心ないコメントはね、やっぱ俺も傷つくからあんま言ってほしくないんだよね。そう。だからほんとにね、気をつけてほしいなと思います、ほんとに。ほんと気をつけてほしいなと思います、だから。だからね、だから気をつけてほしいなと思います。まあね、君たちがどう、俺のことどう思ってようが俺はどうでもいいんだけど、ね、まあ君たちがね、そういうネットのノリでリアルに言って、ほんと、ね、ほんと、トラブルを起こさないために俺は今注意してるから、ね。君たちが、ね、このネットのノリでリアルに行ってトラブルを起こさないために俺は注意してるから。そこら辺しっかりね、分かっておいてほしいなと思います。だから君たち、言いたい。ね、インターネットで悪口を言ったらやっぱりね、残るし、もし本名でやって悪口言った時、ね、やっぱりね、あ、特定とかあるから怖いよ。本当に特定は。あ、こいつ俺の悪口言っとった。許さんとか言って、本当に、自分のリアルまで、ね、影響を及ぼそうとする悪い輩もおるんだって。だから、やっぱインターネットでの、なんか、容易な発言はちょっと気をつけた方がいいと思う。俺は別にね、人をディスった悪口は言ってないから、今のところ。なしねとかな、そういうひどい言葉は俺はまだ吐いてないからいいんだよ、別に。俺はインターネットを、もう、ね、あれ、なんていうか、ネットマナー？ネチケ。そう、ネットエチケットをしっかり守ってやってるから。そこら辺は。そう、ネチケをしっかり守ってやってるからね。だから、本当に、もう君たちとは、やっぱマナーのレベルも、やっぱネットでの活動の、あれの気をつけるべきこともしっかり考えてやって。だから、ツイッターとかで、ね、人を誹謗中傷したこともないし、掲示板で人を誹謗中傷したこともないし、コメント欄で人を叩いたこともないの、僕は。だからそれはすごい言いたかった。うん。まあ、君たちがね、どこでね、本当に、ね、一応謝るか知らないんだけどね。そう。あと、なんでね、やっちゃいけないかっていうと、例えばね、コメント欄に書き込みました。パワーって。しかしね、書き込んだら消せないんだよ、この書き込んだコメントっていうのは。っていうのは。本名でやって、人を誹謗中傷するコメント死ねって書き込みました。それって残るんだよ。本名で検索したときに、ダッて出てくるが、こいつがそういうコメントしましたっていう。で、そのとき君たちは自分の発したコメントに責任を持てるか、持てないか。例えば、就職のときに、名前で検索されました。あ、こいつこういう悪口人に、こういう平然と悪口言えるやつなんだっていう人事部に思われたりしたらね、やっぱり困るわけじゃん。あと、自分のね、友達とかが、自分、本名でやってる人の場合ね、名前を検索しました。そういう時ね、ああ、こいつね、ネットじゃこういうひどいことを言うネット弁慶のやつか、みたいな風に思われたら、ね、嫌でしょ？だったら、もう容易に変なコメントを打たないことな、分かった、ほんと。それはずっと言いたかったよ、僕は。以上。